もう報道されているんですけれども、私がですね、あの有名なディズニーの映画、いつから公開だっけ？ 7 月の5日から公開されるアンジェリーナ・ジュリーの、眠れる森の美女という素晴らしい映画でした。それの、なんと、主題歌を、エンディングテーマソングを歌ったんですよ、私が。ねえ、ありのままの姿見せるのよ。ありのままの、みたいな、こう、やろうぜみたいな曲じゃなくて、ほんと、子守歌みたいな感じなんですよ。まあ、寝ちゃダメだよ、みたいな感じにぴったりの曲なんですけども。でも、もう元々の、原曲があって、それのキーも変えちゃいけないし、もうオケも決まってて、そこに私が日本語で歌うという、決まりなんですけども、でも、いい曲でしたね。あ、っていうか、元々の曲は私、チャイコフスキーの曲に詞を載せてるんですけれども、本当に優しいすべて、すべて受け入れて、すべての愛をあなたから知ったっていう、詩を載せて歌ってて、太鼓叩いて笛吹いてでも、この曲に詩を載せて歌ったんですけれどもね、そんな CD が、来月の2日リリースされて、サウンドトラックですね。サウンドトラックですよ。リリースですよ。私、すごいね、何気に音楽活動している、私、先行配信もあります。何気にすごくないですか？私の歌なんだよね。聞いてくれる人、いるのかな？大根にならないように頑張りたいと思います。でも映画は本当に素晴らしいので、吹き替えで見ると、歌が流れるけど、アンジェリーナ・ジョリー、の声で見たい人は私の歌は聞けないっていうことで難しいところですけども、あ、2回見ればいいんだね。2回見ても本当に素晴らしい映画だと思います。それでは映画マレフィセント1から大竹しのぶで、ちょっと恥ずかしい、大竹しのぶで Once Upon a Dream、 いつか夢で。